アピマピーです。今日は、前回ね、TikTok ライブで、ここアピマピチャンネルのチャンネル名を募集しました。はい、はい、それ TikTok ライブでね、チャンネル名募集した時にご協力いただいた、もうたくさんの方々ありがとうございました。1000人ぐらいいるのかな。そう、もうどんなチャンネル名がね、上がったか紹介していこうか。そうだね、うん。はい、じゃあまずね、あまちゃん。あまちゃん。AMK。AMK。キューブビューティー、ホッチャンネル、シルバーゴールド、あまこチャンネル、ふわふわ、ここチャンネル。ルービックキューブ、テンさん。字が汚くて読めないのか、天才。天才。うん。ルッピーチャンネル、ABCD。世界一チャンネル。世界一チャンネル。そう。これね、あの、私の字が汚すぎて読めないっていう事件。ピッチューチャンネル、うん、ルイブックチャンネル、幸せ。ルイブックじゃない、ルービックキューブのことこれ。ブじゃんこれ。火星。爆発。爆？あ、うん、どうだ？爆発。うん。BKHT。そう。六色チャンネル。ルービックキューブの六色にちなんで六色チャンネル。アマピコ。レインボーキューブ。虹。ラバーバード。リーフ。リーフ。リーフトチャンネル。モーモーチャンネル。アヒルチャンネル。インフルノチャンネル。ルビのエルネーチャンネル。スマイルキューブ。キューブ。フレンドリーキューブチャンネル。デスリーバーチャンネル。ラブラブキューブチャンネル。よく見たじゃん。一二三四五六七八九。チャンネル。歌舞伎地。レインボー。金ピ。かきくけこ。のっぽこ。ステップ。ジェットストリーム。引きこもりくん。スプリング。ゴールドエナジードリンク。理解力チャンネル。スーパーサー。スマイルレインボー。バイコちゃんチャンネル。窓の鍵閉めたっけチャンネル。火止めたっけチャンネル。不安になっちゃうやつね。ちょっと私の字の汚さ見せていいよ。ほんとね、殴り書きだったからもう全部拾うぞって言って汚くなっちゃいました。もうマッピーがね、読めないくらい汚いです。まあね、こんなご協力いただいた中でですね、はい、私たち一つにまとめて決まりました、チャンネル名が。まあ、これって言って使うっていうよりかはアイデアをもらった感じですね、うん、そうだね、発表してる？この前にもらった中で、うん、面白部門と可愛い部門でちょっとランキングを3位までつけようかな、うん、いいね、そうだね、可愛い部門でいくと、はい、キューブ日和見チャンネルとか。日和見？うん、キューブ日和じゃない？あ、キューブ。もう日本語にもなってないっていう、日和見なんていう言葉はないのにね、自分で日和って振っといて日和見って読みましたね。バカがバレた。小学校勉強した方がいい。辛口だね。それが1位か、うん、アピーマッピーで、あとこっちゃんもおるじゃん、うん、その全部頭文字を取ってあまこチャンネルっていうのも可愛らしいなって思った。俺はアヒルチャンネルとか可愛いと思った。あ、これこのことじゃない？あ、こっちゃんのおもちゃ、そいつがね、もうね、ならないんだよね。そう、噛みすぎちゃって。いろいろもらった中で、うん、これは可愛いなって思ったチャンネル名、うん、3つ出しますか、うん、はい、じゃあ俺はアヒルチャンネル、私はアマコチャンネル、あと1つにキューブ日和か、うん、はい、その3つご協力くださった方ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、ちょっとね、面白部門、はい、はい、続いていきましょう。まあ、面白部門に人はね、うん、これでしょう、ここら辺、うん、窓の鍵閉めたっけチャンネルとか火止めたっけチャンネル、もうこの辺はもう面白というかちょっとやばいチャンネル名になっちゃう。はい、じゃあね、それ以外は、はい、まあ ABCD チャンネルとか1234567891チャンネルとかっていうのはもう、これはもうね、関係ない。この辺はちょっと非常に、はい、ちょっと面白部門に入るんじゃないかなと思うので、そうですね、はい、まあいろいろね、はい、コメントをいただいて、はい、まあ、考えて、うん、本当ライブ中の、まあ、1時間ぐらいの間にね、はい、すごい数集まったので、まあ、ちょっとその中からちょっといろいろね、はい、アイデアを絞って決めさせていただきました、うん、すごい、私たちもすごい悩みました。そう、いろいろ悩みに悩んで、はい、これから一生使っていくチャンネル名となります。はい、発表しますか、はい、では書いていきます、はい、
色選びもね、楽しいね。はい、書き終わりました。では、私たちアッピーマッピーのこれから使っていくチャンネル名になります。はい、じゃん、クレヨン。今カタカナで書いてますけど、うん、ちょっとこれをローマ字表記にしようかなと思って、はい、その辺のちょっとデザインはまだ決めようかなと思います、うん、はい、言葉としてはクレヨンチャンネルでやらせていただきます、はい、なんでこれにしたかっていうとね、まあ6色とか、うん、レインボーとかね、ルービックキューブとか、うん、そうそうそう、まあすごいね、うん、色っていうイメージが強かったので、うん、そうだね、そこでね、まあクレヨンしんちゃんが好きっていうことです。はい、もうね、ご飯食べながらクレヨンしんちゃん見たり実は知ってるんですよね。そう、なんでね、クレヨンにしようってことで、はい、クレヨンチャンネルになるんで、はい、クレヨンチャンネルのアッピーマッピーになります。はい、あとこっちゃんね、はい、なんでね、覚えやすいと思うんで、うん、ぜひ覚えて、もしあれだったらシェアしてってください。よろしくお願いします。はい、TikTok でね、たくさんコメントいただいた皆様、ありがとうございます。ありがとうございます。引き続きね、TikTok の名前は、ルービックキューブのアカウントはそのまんま行くのかな。そうだね、で、ルービックキューブではなく、私たちの日常の方を映している、まあ、ピマピチャンネルっていう風にやっているチャンネルの方では、うん、クレヨンチャンネルに変更させていただきます、はい、ということです。はい、あとこの YouTube のチャンネルもね、これも変更になります。はい、なんでね、間違えないように覚えておいてください、はい、お願いします。で、私たちはね、アッピーとマッピーで呼んでもらって全然そのまんまですので、はい、それは変わんないんで、グループ名が決まりましたということで、はい、はい、今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、ね、次回の投稿土曜日になるんで、はい、ぜひお楽しみに。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。